大きな川を人足に担がれて渡る人々と宿場の向こうにそびえる箱根の山を描いた江戸時代の浮世絵版画。1833年から34年に刊行された歌川広重東海道53次のうち小田原・酒輪川、大磯の宿場を出発し酒輪川を渡るとほどなくして今の神奈川県の西部に位置する小田原の宿場に到着します。たくさんの家々が赤い屋根を連ねる城下町の右には小田原城が見えます。戦国時代には北条一族を主とする城であったことが知られるこの小田原城は、上の箇所には青い屋根をいただいて、その下の部分には灰色の石垣が組まれています。さて、この小田原の町に向かうためには酒輪川を渡る必要がありました。この画面を横切る真っ青な水をたたえる川が今も静岡県と神奈川県を流れている酒輪川です。この川には江戸時代には常設の橋がかかっていなかったため、旅人は人足を雇って担いでもらって渡っていました。灰色の瓦の上では小さなサイズの黒い点がいくつも並んで石を表しています。その岸辺に立つふんどしだけを身につけた二人の男たちの視線の先では、台に乗った旅人が腰のあたりまでを川の水に浸しながら行く4人の男たちに担がれて、今向こうの岸辺に着こうとしています。この旅人たちとすれ違って手前の岸へと向かう傘をかぶった旅人も川の上には見えます。男性が乗っているのは平連台、つまり客を乗せて川を渡るはしごの形をしたシンプルな台です。この平連台とすれ違って貴人の乗るかごがこちらも台に乗せられて川面を行きます。この台を担いでたくさんの男たちが川の水の中を進んでいます。台の上には棒を通した黒い屋根を上にいただくカゴが乗せられています。これは中高欄連台、あるいは大高欄連台、すなわち高級な川渡しの乗り物です。この渡しの方法は大名のような上流階級の人々を渡す際に使用され、カゴごと台に乗せて運ぶことができました。そのため乗客にカゴから降りてもらう必要がありませんでしたが、台を担ぐ人足の数も多く、図に示されているように10名以上が動員され、料金も割高となりました。これに対し人足がお客を両肩の上に担ぎ上げて川を渡るという非常にシンプルな肩車による渡しは、連台による渡しと比べると料金ははるかに安く済みました。絵の中では傘をかぶって赤と緑色の着物をつけた2人の男性たちが人足の肩車を利用しています。1人は飾りのための房が長い柄についた穂先を赤い鞘に収めた槍を肩に担いでいます。これはカゴに乗ったまま川を渡る人物に従う人々で、その使える主君とは対照的に最も安く上がる方法によって川を渡っていきます。上は殿様から下は庶民まで、川渡しの方法には身分や経済力に応じた様々な種類が存在することを紹介しながら、東海道の旅の名物の水運を描写するシーンは鑑賞者の眼差しを引きつけたに違いありません。川を渡ると向こう岸の河原には複数の人物たちが見えます。徒歩やカゴのこれらの人たちも酒輪川の渡しの利用客たちであろうと想像されます。右には人足たちが立ったり座ったりして出番が来るのを待っているようです。そしてこの男たちの仕事道具であるはしごの形をした台が複数河原に置かれています。その後ろにはたくさんの黒い点を打つことによって石を表しながら青い色を呈する複数のモチーフが描かれています。これはジャカゴと呼ばれる竹あるいは鉄線を編んだ長いカゴに石を詰め込んだもので、河川の護岸工事などに使用されていました。その奥にはまっすぐに立つ植物を垂直に引かれた墨の線で表した楠
草が無数に生えて緑色に染まる平原が広がっています。そのさらに向こうに小田原の宿場が見えます。多くの旅籠を擁し、東海道でも屈指の規模の大きさで知られたこの宿場は、軒を並べるたくさんの家々によって表現されています。さて、小田原の宿場は東海道における最大の難所、箱根の山を控える重要な位置にありました。そして箱根の山々に関しては、本図では画面の右の奥に位置する巨大な山容を望むことができます。その上に広がる空には黒い色をグラデーションを作りつつ、上から下へと施すことにより上空の暗くなっている様子を表しています。この空の下の山は、まず形に関しては角張った形状を取る点で特徴的であると言えます。続いて色については、濃い青に薄い青、それから薄い赤や灰色に黒と、さまざまな鮮やかさや明るさを示す色彩を呈しています。この彩色は連なる山々が重なり凹凸のある面を作る様子を分かりやすく示しています。それから山の表面に認められる墨の黒を施すタッチも注目のポイントです。手前の山では垂直にまっすぐに立つ複数の木の幹と、上に茂る葉のシルエットの形が細かな筆遣いにより具体的に表されています。これに対し奥側の山を見ると、同じく黒から灰色を呈す色彩によって水平に短く伸びる複数の点が並べられています。このように本作の山を表現した箇所では、様々に異なる色彩筆遣いが用いられることで、前後に並ぶ山々のそれぞれの箇所が視覚的に区別されています。そしてその変化に富んだ造形により、画面の奥の遠くの景色にも絵を見る者の目は誘われます。それからこの山とその上の空、これに加えて平原や河原は静かに広がることにより、宿場へと続く旅路を行く人々が示す左下から右上へと向かい、また川の流れと交わる対角線に沿った動きを際立たせています。次回はこの小田原の図では、画面の右の上の奥に表されている箱根山を大きく表しながら、その険しい山中を進む大名行列を描き、また湖の水面の青色の表現が印象的な箱根湖水図について解説します。